なんとなく上げていた状態なんですけれども、それでは何につながるわけでもなく、北野さんに教えていただいてガンと来て125件。素晴らしいですね。売上は3倍ぐらい、売上は3倍アップです、ね、めちゃめちゃ大きいですよね、はい。皆さんこんにちは。こんにちは。今回は美容商材を販売されている受講生松藤さんが入学3ヶ月目で問い合わせ数6倍、売上3倍になった、ね、秘訣っていうところをね、具体的に聞いていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。現在の業種教えていただいてもよろしいでしょうか。業種はビステというカテゴリーに入ると思います。主に美容系の商材パックとかそういったものをオンラインで販売をされているというような。そうです ね、松屋にホットセラピーという施術を SNS を通じてご紹介して、そちらを使いたいという個人のお客様と、それを使ってお仕事にされるたいっていう方にご紹介させていただく仕事をしてます。ご入学のきっかけや決め手もあれば教えていただいてもよろしいでしょうか。インスタ自体は6年前にとりあえず登録して、もうプライベートも何もかもごちゃごちゃでなんとなく上げていた状態なんですけれども、それでは何につながるわけでもなく、これじゃいけないと思い出したのが去年ぐらいだったんですけれども、独学でやっていたんですけれども、独学ってダメなんだなって、スピードがすごく遅いなと、教えてくださる人たちがいらっしゃるっていうことも知らないぐらい私はもうアナログだったんですけれども、インスタをいろいろ見ているうちに北野さん講座があるということを知りまして、入学させていただきました。そうだったんですね。ありがとうございます。 SNS のスクールって最近結構増えてますけども、うちにしようと思った一番の決め手というか、はい、無料のセミナー参加させていただいて、はい、そこでの内容がまだ分かっていない方たちからみたいなのもあった、丁寧に教えてくださるという。あとは入る前に北野さんのライブとかを拝見させていただいて、私50代後半で、北野さんは息子世代なんですね。お人柄というか、そういうのがとても優しい印象だったので、うん、北野さんのところで学ばせていただこうと思いました。そうだったんですね。ありがとうございます、はい。ご入学の前と後の変化とかも聞いていきたいと思うんですが、はい、ご入学前の状況はインスタを独学でされていた時っていうのはぶっちゃけどういう感じだったんでしょうか。 YouTube をパソコンに出して、インスタ動画作り方みたいな検索して、はい、片手に携帯を持って YouTube の動画を止めながら、ここをしたらこれが映るのねみたいな感じでやってました。だから1本のいる動画を作るのに2日かかってました、はい、一番最初。時間かかりますよね、最初はね。わかりました。ご入学された後のフォロワー数だったりとか問い合わせ数とか、そういった変化のところも教えていただいてもよろしいでしょうか。6年ただやっていただけなんですけれども、その時3200ぐらいだったと思います、はい、北野さんに教えていただいて、フォロワーさん外人の男性の方とかは、自分を今後フォローしてくれない、読んでくれない人は外していった方がいいですよっていうお話を伺ったので、3月から入学させていただいたんですけれども、3月4月で多分200人ぐらいして3100人ぐらいにしまして、今現在4000人超えました。おめでとうございます。素晴らしいですね。それがフォロワー数の変遷かなと思います。おっしゃっていただいた通り、本当に見てくださる方たちだけが今残りつつある状況で、いい方向に歯車が回ってきたんではないかなと思います。素晴らしいですね。問い合わせ数っていうところも、美容商材とかのどのような変化がありましたでしょうか。はい、リールを見てくださってっていうのが正直多いんですね、うん、お申し込みしていただく方は結構前のめりで来られる方たちなんですけれども、うん、ストーリーを強化することによって、もっと前のめりの方がいらっしゃるようになって、3月までは10人から20人1ヶ月にお申し込みがあれば嬉しいっていう状態だったんですけれども、はい、3月に入学させていただいて、ストーリーの戦略とかも学ばせていただいて、その通りやってきたら急に6月だけガンと来て125件。素晴らしいですね。問い合わせ数で125件ってインスタからね、美容商材の問い合わせ数で言うともっと6倍ぐらい、そうですね、もう6倍どころじゃないかもしれないです、はい、うん、120件以上の問い合わせってインスタの DM から来る感じですか、それともプロフリンクから問い合わせが来ることが結構多いですか。やっぱりプロフリンクから申し込みのところに行くようになっていたので、全部プロフリンクからです、うん、素晴らしいですね。問い合わせ数が20件から120件まで6倍アップした、その秘訣っていうところもね、具体的に聞いていきたいと思うんですけど、売上も何倍ぐらいアップしたかっていうところも、差し支えなければ売上は3倍ぐらい、売上は3倍アップ、めちゃめちゃ大きいですよね、はい、その秘訣っていうところをね、今回画面共有しながら見ていきたいと思うんですけども、今松藤さんのインスタグラムを画面共有させていただいているんですけども、はい、現在毛穴ごっそり美肌術っていう形で、お家でできるノーファンデダイブっていうコンセプトでね、発信をされているということで、投稿もね、すごい統一感を持ってね、こういうおしゃれな形で見やすさ重視で発信をされていらっしゃると思うんですが、このインスタの中でリールとかフィードとかストーリーとかで意識しているポイントとかがね、あれば教えていただいてもよろしいでしょうか。私の年齢層からすると老眼の方が多いので、文字はできる
るだけくっきりはっきり、スライド投稿とかもいろんな情報を詰め込みたいんですけれども、うん、文字数は50文字以内ぐらいで留めて、おしゃれというよりも見やすい、それに気をつけて投稿するようにしています。ストーリーも同じように見やすいという、それはもうペルソナに合ったということです。大事ですよね、見やすさね。ついついおしゃれ重視で文字がちっちゃくなっちゃう方多いですけど、しかもフィード投稿の最後でも毎回プロフリンクへの誘導のね画像が入ってると思うんですけども、これを見てやっぱり問い合わせしようっていうので入る方も結構多いということですよね。そうですね、それはもう毎回同じものなんですけれども、うん、ずっと貼り付けてます。ここから問い合わせっていう形で、あとストーリーズもすごい見やすくて、白背景に今日だったら黒文字のね研修の風景を写されていたりとか、ストーリーズってプライベートとかを上げすぎてしまう人とかっていると思うんですけど、それだとこの人何してる人なのかが分かんなくなっちゃうから、基本的には仕事にまつわるような内容っていうのをメインで発信をされていると。そうですね、ネタに困る時も確かにあるんですけれども、ネタに困ったらネタに困ってますというふうな感じで出したり、お休みで例えばランチに行ったとしても、今日は一日ゆっくりして明日からのお仕事に備えますみたいな感じで、何かしら仕事にかけてただ行きましたというプライベート投稿にはしないように気をつけてます。何かしらアップして何かしらコミュニケーションを取るようなね工夫っていうのをされていらっしゃるということで、はい、逆に言うとそういう日頃のストーリーズでのコミュニケーションっていうところもね、高いエンゲージにつながっているんじゃないかなと思うんですが、入学当初ってストーリーズ閲覧数ってちなみに何件ぐらいだったんでしょうか。100件行ったらすごいなと、200件近く行ったらもう拍手するぐらい少なかったです。フォロワー3000人ちょっとに対して100件っていうと本当に今 3% ぐらいっていうところですから、うん、ストーリーズ閲覧数最低やっぱり 5% から 10% 以上はね目標にしていこうっていうところがありますが、そこからストーリーズを改善していった結果、閲覧数何人ぐらいまで伸びました。4月あたりから400ぐらいに、もう4倍ですよね。教えていただいたみたいに黒の背景にっていう、はい、あと3枚次ちょっと待ってみたいなのを本当に言われた通りにやったら400とかいくようになって、これが4月5月ぐらいだった。それからじわじわっときて、これが多分6月の大量のお申し込みにつながったんだなと思います。実際そのストーリー閲覧数が100件だったところから、ストーリーズを改善したことで500、600と3000フォロワーちょいに対して600ってことは、ストーリー閲覧数 20% ぐらいいってますから、ものすごいね伸びっていうことになるんですけども、意識されたポイントとしてはやっぱりストーリーズを見やすくする、文字を大きめにっていうところとか、背景を整えるっていうところと、あと内容ですかね。そうですね、はい、本当に教えていただいた通りにやりましたっていうだけなんですけれども、その間リールとかもそれなりに再生回数あったんですけれども、やはりストーリーの閲覧数っていうのが一番大きかったんじゃないかなと思います。リールってところもね見ていきたいと思うんですが、 7.9 万10万再生とか結構回ってると思うんですけども、松辻さんはリールを作る上ではどういう内容を意識してされてらっしゃいますか。最近は商材の紹介というよりも、この商材を使って新しい世界に行ってみませんか、この商材を使ってお仕事にしてみませんかっていう風に少しシフトチェンジしてきてます。音楽は自分の感覚だとかなり古いと思うので、そこはかなりリサーチして再生回数が回ってらっしゃる方の音楽をつけてみたりしてます。最近びっくりしたのが、名探偵コナンの映画のよくあるテーマソングなんですけれども、はい、たまたま私も見に行ったりした後で自分の中で頭がぐるぐる回ってたんですが、それが発見タグからいっぱい出てきたので、とりあえず何も考えず載せてみたんですけど、今やってる仕事関係とは全くちぐはぐなものだったんですけど、それ番回生は普通に初速が早かったです。その時はターゲットの人が聞き馴染みのある音楽をね使っていくっていうのはリールですごい重要ですからね。そうだったと思います。多分私の世代だったらまだコナンはギリ北野さんの世代が一緒に見て仕方なく覚えてる世代だと思うので、結果そうなんだなっていう分析はできました。見てと思うのが、リールって実際施術風景とかご自身でもパックを咲いているところの動画とかが、ね、すごいバズっているなっていうところで、松辻さんの場合はトーク系っていうよりは実演系の方が反応がいいっていうところはありますよね。あります。先ほど言ったみたいに仕事にしませんかっていうと、数字的には落ちます。ムニューと松谷をね自分なり誰かなりにこう塗ってる風景が一番数としては稼げる。わかりやすいですよね。そうですね、うん、仕事にしませんか、あなたもできますよというマインド系になると、今度は DM からのお問い合わせがちょっと増えます。普段は直接体験会に参加するっていう方が多いんですけれども、そういうのを載せると個人のメッセージとかで、私にもやれますかって、今ちっちゃい子供いるんですけどとか、松辻さんと同じぐらいの年なんですけどみたいな、そういうお問い合わせが増えます。松辻さんなりにしっかりと今のリールの方がすごいハマっているので、今後もこういう実演系であったりとかマインド系の発信っていうのをメインでやっていこうっていう感じですかね。そうですね、質問がいろいろいただくので、それをトーク系に今度からやってみようかなっていうふうには思ってます。松谷にホットセラピーを仕事にしたいんですけどどうすればいいですかとか、そういう Q&A コーナーとかはトーク系でやっていくけども、ただ見せた方が分かりやすいものに関しては実演系の動画でっていう目的別に分けてるところですね、はい、この動画見てくださってる方もですね、リールは目的によって使い分けるっていうところがね重要になりますので、実際僕自身はどっちかというとマーケティング系だったりするんですけど、ノウハウの部分とか結構トーク系で喋るんですけど、過去の生い立ちだったりとか自分自身が起業したきっかけとか、マインド寄りというか感情を動かす系
のリールとかはテロップにしたりとかという感じで僕も分けたりしますね。改めて弊社のスクールに入って良かったこと、もしあればお一つ。良かったこと、はい、今までは一生懸命いろんなインスタを見てちょっとかじっていたという状況なんですけれども、スクールに入らせていただくことによって最新の情報を最短で学ぶことができるっていうのが一番だったと思いますし、自分一人でやっているので心折れたりすることが、あとどうしても人と比べるのでこの人すごいなとか思ってたりとか、華やかなところばかり見に行ってたんですけれども、スクールに入って皆さん試行錯誤しながらお仕事されてるんだなっていうことが分かったので、モチベーションアップにもつながりました。よかったです。確かに自分一人だけで結構 SNS マーケティングって自宅でやるっていう時間が長いから、逆に周りの人たちとの情報交換とか雰囲気を知ることでこのやり方で合ってたんだなとか、この努力の仕方で良かったんだなとか、そういった気づきとかモチベーションとかもってとこですかね。セミナーの中で皆さんが質問をされる時間をきちっと取ってくださってるので、それに丁寧に北野さんが答えてくださって、でそういう質問もあるんだとか、そういうところで皆さん困ってらっしゃるんだって、今はまだそこを私は困ってないけれどそういうことなんだっていう学ぶ範囲というか、そういうのが広がりました。事前にいろんなつまずきを知ることもできるのでありがたいなと思っています。そうですよね。講座の後の最後のグルコンタイムっていわゆる公開コンサルみたいな形でね、該当してない人も結構参考になるっていうところはありますよ ね、 ね、はい、この動画見てくださってる方でこれから SNS マーケを始めていきたいとか、弊社学科入学検討されていらっしゃる方もねいると思うんですけども、そういった方に向けて最後何か一言メッセージがあればいただけたらなと思うんですが、迷っているぐらいだったらやってみてくださいっていうことです。私この松屋にを知ったのは19年前なんですけれども、社長の言葉で背中を押されて6年前にこの仕事を始めたんですが、ずっと専業主婦だったのでものすごく悩んだんですね。ある方が悩んでるっていうことはやれるかもしれないから悩んでるんでしょって言われたんですね。もし本当にやれないもの、資本金1000万とか2000万出してやりましょうって言うんだったらもう即答で断ってるでしょって、もしかしたらやれるかもしれない、失敗するかもしれないから悩んでる、それだったらやってみればって言われたんですね。やってみたらだんだん学ぶ機会ももちろん多くなりましたし、いろんな方と知り合うことができて、今更ながら人生勉強もさせていただくようになったので、やってみようかなと思ったらまだまだ多分皆さん私よりも全然お若い方たちばかりだと思うので、失敗もできると思いますので、やってみていただきたいなと。私の場合はコツコツと人となるべく比べないようにして続けてるだけです。人と比べずに自分のペースをちゃんと守って継続するってめちゃめちゃ大事ですよね。そうですね。分析は自分の分析ですから、人と比べた分析ではないので、自分の分析をちゃんとしないと多分いろんなエンゲージメントとか上がってこないと思うんですけど、続けないとその分析するデータもないわけですので、とにかく続けてみる、プロの方に習うっていうのが自己投資ですかね。それはもうとても重要なことだと思います。最後に素晴らしい熱い、ね、メッセージありがとうございます。松藤さんのインスタグラムとあと LINE 公式アカウントなどの URL も概要欄に貼っておきますので、松藤さんのねインスタもものすごい勉強になりますし、本当に個人的に松屋にホットセラピーすごい興味ありますって方もね結構いらっしゃると思うので、概要欄からねリンク飛んでいただいて LINE 公式にもね登録いただくと、今だけ毛穴ごっそり美肌術の動画であったりとか、これから松屋に始めていきたいっていう方から何をすればいいのかっていうのも LINE で学べるっていう感じですね。動画でご紹介させていただいて、私が動画で喋ってます、ね、松藤さんどういう感じで動画撮られてるのかなっていうところも率直に勉強になると思いますし、はい、松屋に関してもためになると思うので、ぜひこちらもねチェックしてみていただけたらなというふうに思います、はい、よろしくお願いします、はい、では松藤さん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100に集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡ししています。一つずつ解説していきます。まず一つ目、 LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分、こちらにプレゼンしています。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。三つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらもプレゼンしております。四つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍、そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会ご案内させていただいておりますので、今すぐ申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければセミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も
動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。